原爆博士は、アメリカの現代音楽作曲家、ジョン・アダムズが作曲した二幕からなるオペラである。リブレットは、ピーター・セラーズによって書かれた。作品は2005年10月1日に、サンフランシスコ・オペラで初演された。ハイスピードカメラによって撮影された、トリニティ実験での下級この作品は、人類史上初の核実験である、トリニティ実験が準備されたロス・アラモス国立。 研究所で経験した大きなストレスと不安に焦点を当てている。2007年にはオペラ制作に関するドキュメンタリーが作成され、Wonders Are Many というタイトルが付けられた。第一幕は核実験が行われる約1ヶ月前を第二幕は1945年7月16日の早朝舞台としている。 第二幕では登場人物たちの時間が頻繁に遅くなり、その後現実に戻る。オペラは爆弾が爆発する前の最後の長い瞬間の中で女性の日本語によるお水をください。子供たちがお水を欲しがっているんです。谷本さん、助けてください。夫が見当たらないんです。という一句で終わる。オペラの当初の制作委員会は 原子爆弾の父として知られている、米国の物理学者、ロバート・オッペンハイマーが、20世紀のファウストス博士として作られることを示唆していたが、アダムズとセラーズは、意図的にこの特徴を避けようとした。作品は、マンハッタイ計画の重要な人物、特にロバート・オッペンハイマーや、レズリー・グローブスに注目し、ロバートの妻であるキティ・オッペンハイマーにもフィーチャーしている。原爆博士は、 それまでに書かれたアダムズのオペラである中国のニクソンやクリングホーファーの詩に似たスタイルで事件そのものを再現するのではなく歴史上の事件に関わった人物や個性を追求した作品である。リブレットには多くの詩のテキストからの借用が行われシャルル・ボードレールやミュリエル・ルカイザーの詩ジョンダンのソネットやバガバット・ギーターからの引用アメリカの先住民族 テワアの伝統的な歌が用いられている。オープニングコーラス第一幕の集結部、第二幕テュア族の伝統的な歌2007年6月、この作品はアムステルダムのオランダ国立歌劇場でヨーロッパ上演された。その後、2007年12月にシカゴリリックオペラで上演され、監督には再びセラーズが起用され、初演時のオッペンハイマー役のジェラルド・ヒンリーと、 グローブス役のエリック・オーエンズがそれぞれの役を再演した。アダムズとセラーズはサンフランシスコ、アムステルダム、シカゴでの上演からのフィードバックに応えてオペラと演出にいくつかの重要な変更を加えた。映画監督のペニー・ウール・コックが監督し、アラン・ギルバートが指揮したこのオペラの新作は2008年10月にニューヨークのメトロポリタン・オペラで上演された。 2009年1月17日、メトロポリタンオペラの土曜日の午後のラジオ放送の一環として NPR でオペラのメットプロダクションが上演された。ペニー・ウールコックの演出は2009年2月25日から3月20日までロンドンのイングリッシュ・ナショナル・オペラによって再演された。2008年のメットの制作は2020年6月23日と12月8日に オンラインでストリーミング配信された。ハバードのファーストネームはジャックと表記されている資料もある。2007年、アダムズは原爆博士に基づく公共曲を作曲した。音楽は助曲から取られ、様々な感想曲やオーケストラの舞台装置は、オッペンハイマーのテーマであるバッターマイハートのようなアリアから作られた。公共曲は、 BBC 公共楽団によって初演され、2007年8月21日に BBC プロムスコンサートで作曲家自身の指揮によって再演された。その後、2008年春にカーネギーホールで上演が行われた。もともとは4楽章で構成され、演奏時間は45分ほどであったが、公共曲アダムズによって休みなく演奏される3つの楽章に変更され、 演奏時間も25分に短縮された。このバージョンは2008年にセントルイス交響楽団の演奏デイビッド・ロバートソンの指揮によって録音された。ピッコロ、フルートに、オボエさん、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、コントラファゴット、フォルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、パーカッション4、ハープ、チェレスタ、ゲンゴブ・ザ・ラボラトリー。 パニックトリニティ、ありがとうございます。